今日の、ダンスは、あやめとふぶきで、うちは1個受けてきて、ふぶきはその後のもう1個受けるために残って、で、あやめと2人で、今日は2人は終わりですってなって、はい、お疲れ様でしたって、ね、解散した後に、まあ、大体ね、あやめとね、こうやって2人で解散になると、みおちゃんはこれからどうするんだ？なんか用事でもあるのか？みたいな、なるから。うちは、そうだな、この後は、まあ、家帰って放送しようかなって、まあ思ってるけどね、みたいな話をすると、あやめが、なんかご飯食べたいなって思ってたりとかするんだけど、みたいな。かわいいんだよ。で、うちが、じゃあなんか食べ行くかみたいな。なんかちょっと、二人で美味しいもん食べ行くかって言うと、一緒にご飯食べてくれるの？みたいな。嬉しいってなるからね。めっちゃかわいいよ。めっちゃかわいいよ。もうやばい。もうさっきのさ、あやめのつい見た？ あやめのつい見た？やばくない？うちさ、もうさ、引用ついしてさ、限界も変えてたんだけど、さっきのさ、あやめのつい、ちょっと読み上げる。今日は、ダンスレッスン頑張って、みおちゃんとデートしてきたんだ。もうね、とっても俺楽しくて、よう頑張ってよかったって思えた。かわよかよ。めっちゃかわいい。あれ、かわよすぎるだろう。あれはかわよだった。ちょっとやべえな。あれは、ちょっと、かわよがすぎるな。ああいうとこかわいいんだよな。やっぱ。ねえ、まあ、ご飯をね、食べて、で、その後、ちょっとウィンドウショッピングじゃないけど、ちょっと、街の中をね、歩いて、なんかこれかわいい、あれかわいいとか言いながら、歩き回って、ちょっとお店入ったりして、あ、これめっちゃかわいいね、みたいな。でも、買ってもつけていくところないかもね、とか言いながら。そんな感じのウィンドウショッピングをして、え、めっちゃ可愛い。でもここで勢いで買ったとしても絶対つけてかない。お家に飾ってるみたいな。それ意味なくない？みたいな。感じで二人でデートをしてました。いやね、もうね、可愛くて。なんか、あやめは、なんかすごく謎なんだけど、甘やかしたくなるというか、謎の末っ子感あって、今日もなんかこうダンスレッスンが始まる前に、レッスン着に着替えて、あやめが、なんか、ポワポワしてるの見て、ポワポワっていうのはぼーっとしてるってことなんだけど、ポワポワしてるの見て、かわよだなーと思って、あやめかわいいなー、ポフポフって何回やったかわかんねえよ、うちは今日。こねえ、うちは弱いんだよなぁ。なんか甘やかしちゃうんだよなぁ。で、だいたいそこにスバルが混ざると、ずるい！スバルもだ！スバルもやってよ！みたいな、なんでスバルにはやってくれないんだよ！ってなるから、なんかやっぱりあれだなぁ。兄弟感あるなぁ。うちあれなのかも、やっぱなんか、最近さ、みんながさ、うちにさ、甘えてくるからさ、なんか、うちみんなのお母さんなんじゃないかなっていう風にさ、勘違いしてきたんだけど、だんだん。やばい。あ、こないだそう、マリン船長もさ、一緒にね、こないだ、一緒にね、ダンスやって、ダンスレッスンやった時に、なんか、船長あの時、なんか全然寝てなくてすごいテンションおかしかったんだけど、やっぱりなんか、甘えてきてたな。みお先輩って言いながら、肩にしなだれかかってきたりとかしてたな。赤ちゃんだもんってなんか言ってたな。いや、2回言ってたの気づかなくてさ、なんか、切り抜きで見たんだけど、1回、なんか結構強めに言ってたのを聞いて、あ、そうなんだ、あーってなんか微妙な反応してしまった気がする。 いや、聞いてなかった、ただ聞いてなかった。
本当に聞いてなかった。そうなんだよね。なんか最近ね、なんかね、みんなにね、甘えてもらうことが多い気がするな。まあでもなんか、その嬉しいけどね、やっぱみんなうちは好きだし、なんか可愛いなーって思うし。母性癖母性は性癖じゃないよ。マジで性癖なの本当に。あやめはうちの性癖なの。でもさ、あやめもさ、言ってたよ、要は、みおちゃんがお母さんだったらよかったな、みたいなこと言ってたもん。みおちゃんの子供になりたかったな、みたいなこと言ってたもん。うー